皆さんこんばんは。本日またまた、チューズデイゴールデンウィークスペシャル。明日からまた連休が。続きますが、本日もお届けいたします。童謡メドレー。Thank you.
覚えてみましょうね。ド長調もソシエ、ソドミ、ジ、ジ。ヘ調調もエ、二度の第一展開。テンション入れるとこういう感じです。一旦調、一旦調は暗い感じでございまする。ついていきます。諦めずに楽しく学ぶのが一番です。ご当地クイズ、ご当地クイズ、お餅で有名ずんだもっち、松島でおなじみの県といえば、もちろん宮城県仙台市、ずんだもち、松島。その2、カステイラ、コンペイト、ヒント、有名な昭和歌謡でおなじみ、ああ、たたたただ、今日も雨だった。はい、これは演歌の曲でございますが、ああ、たたたただ、四文字入ります。ああ、なに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 は、今日も雨だった。今日はすっかり良いお天気でございますが、ご当地クイズに
考えるためになります。それでは今度は何々体問題、〇〇に入る体。なるのは眠たい。何回も同じことやっているとふわーふわーとなるのは退屈。何でも知りたい、学びたい、今日はこれをやってみよう、やってみたいな。先生も一日今日はこれができてよかったな。何でもやってみることに意義があります。好奇心や興味は持つ子どもたちはどんどん伸びております。知りたい。それでは、My name is Maki Shueta, teacher of piano. Mi piaccio toca piano. Buono. Grazie. Prego. Mi nome sono Maki Shueta. Bom. Buono.ミピアチョとかピアノ。女性名詞に男性名詞、イタリア語もポルトガル語も女性名詞に男性名詞というのがございます。イタリア音名はドはドラツのドレはレモンのレミはミナのリファはファイトのファソは青い空ラはラッパのラシはシールのシさあ歌いましょう。ドレミファソラシドソドサウンドオブミュージックのドレミの歌。何でもやってみることに価値がある。間違いは成功のもとでございます。深呼吸のすすめ。先生も毎日頑張りすぎ、頑張れるや。一息ついて深呼吸のすすめも推奨しております。それではまたね。頑張れるや。まひるみよしこ。ある日はアド。ある日は怪人21面相。ある日は橋本環奈ちゃん。ある日は古田一郎。ある日はモーツァルト。それではね。さようなら。